マイナビアスリートキャリアでセカンドキャリアをスタートさせ、大阪体育大学大学院にて学び直しをされている鹿山拓馬さんに来ていただきました。まずはじめに自己紹介をお願いいたします。はい。マイナビアスリートキャリアに加入しました、鹿山拓馬です。8歳からサッカーをはじめ、大学卒業後、ピファーレ長崎、カタール富山でプレーをし、昨年末引退いたしました。今は大阪体育大学大学院にてスポーツマネジメントを研究しております。よろしくお願いいたします。 引退後、マイナビ、そしてマイナビアスリートキャリアに加入したその理由を教えてください。はい。私のようにキャリアで苦しむ方々の少しでも力になれたと思い、マイナビアスリートキャリアへの加入を決断いたしました。最後に意気込みをお願いします。はい。アスリートの可能性は無限大です。アスリートに寄り添い、共に未来が見える世界を作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。石山、ま、高間さんでした。